沼津市戸田造船郷土資料博物館は、静岡県沼津市戸田にある博物館、駿河湾深海生物館が併設されている。戸田村の洋式帆船建造地1箇所及び、館長プチャーチン等の関係遺品45.1カつが、静岡県指定史跡となったことを機に、静岡県田形郡戸田では保存展示施設の建設の機運が高まった。 民間企業や住民からの寄付や、ソビエト連邦政府からの500万円の寄付をもとにして、1969年7月1日、明治100年記念事業の一環として、戸田村立造船郷土資料博物館として設立された。1970年4月30日には、文化庁によって博物館登録された。同年には、大阪万博が開催されたが、 万博終了後にはソビエト連邦館に展示されていたティアナ号の模型を譲り受けた。生物学者の安原健也らによって、最終、標本化された深海生物を展示するために、1987年には駿河湾深海生物館が併設された。1999年7月には、開館30周年記念行事が開催され、アレクサンドル・パノフ中日ロシア大使が来館した。 2000年8月25日にはロシア大使館から、戸田村に対して、ディアナ号やヘダ号に関する歴史的外交資料が贈呈された。2002年にはロシア外務省200周年を記念して、ロシア外務省200周年記念資料展示会が開催された。2005年4月1日には、戸田村が沼津市に編入され、沼津市戸田造船郷土資料博物館に改唱した。 2017年7月22日、併設されている駿河湾深海生物館がリニューアルオープンした。東京大学大気海洋研究所の猿渡り、都市ローラが監修を行い、深海生物好きで知られるお笑い芸人の田中直樹が名誉館長となっている。下田沖に停泊中に安政東海地震による津波で大破して宮島村沖で沈没したロシア軍艦。 ディアナ号とその大戦ヘダ号、エフィム・プチャーチン帝徳に関する資料がある。ヘダ号の模型は近代化産業遺産に選定されている。戸田造船郷土資料博物館、沼津市、2017年8月20日閲覧。プチャーチンが結んだ絆日露友好の165年、戸田造船郷土資料博物館、開館50周年記念 P19AB。 プチャーチンが結んだ絆日露友好の165年、戸田造船挙土資料博物館、開館50周年記念 P20 深海生物の聖地、沼津市戸田の駿河湾深海生物館、リニューアルオープンイベントを開催。沼津市、2017年7月20日、プチャーチンが結んだ絆日露友好の165年、戸田造船挙土資料博物館、 開館50周年記念 P22ABC、プチャーチンが結んだ絆日露友好の165年、戸田造船郷土資料博物館、開館50周年記念 p 2 3 a b 駿河湾深海生物館、リニューアルオープン、朝日新聞2017年7月23日。ありがとうございます。